前回のイースポマニアはエーペックスレジェンズに初挑戦したカノリンでしたが、あっさりとやられてしまいました。今回は中博さんも少し本気を出すみたい。いざリベンジ。リベンジマッチ行きましょうか。はい、次はちょっと一人ぐらい倒したいし、あの先まず鉄砲を発動できてないんで、はい、撃ちたいと思います。そうですね、頑張りましょう。そう、頑張ります。あ、危ない、はい、降りれへんとこやった。ついてきて。私がコマンドセンター行きます。今回はコマンドセンター。こっちを探索しましょう。あ、ここですね。の左ですね。ちょっと左側です。ちょっと左です。敵はいなさ、あ、ワンパンいますね。あ、いや、いないっすね。これどこに見えてるんですか。こっちか、間違えた。あ、やっべ、ミスった。あ、ごめんなさい。ここ敵いるんで、そうっすね。え、ここあさりますね、奥。それ上行ったら敵います。僕の方、これでつって無理ですよね。これます、こっち側。上向きすぎてる。上ってきますよね、多分。向きの向き。ああ、こうですね。お、ここに箱あるんで、また去ってもらって。ここの中？あ、はい、箱？これですね。この箱ですね。あさりましょうか。ん？開けれます？おー、おー、出ましたね、向き。これはリピーター。はい。これはヘビーアモですね。そうです、ヘビーアモですね。で、後ろの方も開けましょうか。あ、これここにもあったんですね。はい、開く。おお。ショットガン出ますね。これですね。はい、ショットガンは赤やから、ここのショットガンアモいただきます、はいはい。もう私はあれが欲しいんですよ、注射器が。あ、注射器いります。どうぞどうぞ。え、どこにあるんですか。ありました。僕が落としましたね、今後ろですね。そんなそんな分け与えてくれるんですか。ごめんごめん。あ、これ、え、いいんですか。そんな、はい、これも拾った方がいいと思います。これも拾いましょうか。ショットガン持ってるんで。ボルト、はいはい、よし、行きましょうか。次アサリに。こうやって行きますね。今回はいかない、いかなくて。やり合ってますね。ちょっと行きます。あ、右だけど。4時4時。右行ったら敵いるので、ちょっと戦ってみましょうか。やだ。そうですね。そこですね。そこですね、敵。終わりっすかね。もうワンパンいますね、中に。これはもうなくなってるんだよね。見えない、見えない。敵がこの中にいますね。多いっすね。敵がここにいますね。中に。はい。勝手に上向いちゃう。わあ、戦ってる、バンバンしてる。見ましょう。これ敵はあんま武器強くないんで。はい、そんなんも分かるんですね。終わった。終わりましたね。あら、早い。終わってくれたんですね。終わりました。ありがとうございます。じゃあこれ開けます。はい、どんどん漁っていきましょう。あ、これ欲しい。エリア内行きますか。とりあえず白い円の中に、はい、でも入りましたね、これで。次こっちかな。こっちやね。まさ、こっちですね。わかりますか。外、福田さんですけど。そうそうそう。こっち切ってもらって。しゃあ。見失ってない。いや、成長感じますね。で、まあ、エリア内なので
登るの難しいな。あ、どうしようかな。なんかちょっとスライディングできますからね。できます？あれ、どこ行った？あ、下ですね。こっちか。そうです、そうです。おお、いいですね。おお、こっちって言われてだいぶ分かるようになってきましたね。いやー、いいですね。成長を感じますね。成長 してきました、やっと。よじよじ。この強いショットガンに変えてみますか。はい、この階段を、こういう階段を登るのがすごい苦手なんですよ。ああ、確かに難しいですよね。これ拾ってみましょうか。これですね。はい、今の武器と入れ替えましょう。ピースキーパー。はい、ショットガンなんですけど威力高いんですよ、めっちゃ。入れ替え、ありがとうございます。これは赤いから、これショットガンも。そうです、ショットガンもです。はい、はい、いいですね。はい、スナイパーはあれですね、見えるやつが変わるやつ、ね、そうですね。でもこれは今回はつかないですかね、持ってる武器だと。スナイパー持っていないので、はい、そっか。この武器難しいんで扱うの、はい、変えたいですね、武器。あ、変えますか。はい。ちょっといい武器あったら教えます。はい、ありがとうございます。とりあえずこれにしましょうか。ブラウラー SMG を発見。あ、こっちです、こっちです。なんかロープウェイあるんで。これか、これか、これですね。あ、そうです、そうです。これにどうやって乗るんですか。四角で、はい、おっしゃ。おお、いいですね。おお、で、右側に武器があるので拾いましょうか。それ、ここですね。上ですね。フラウラー SMG を発見。あ、今の武器、三角で武器入れ替えて、で、交換ですね。で、プラウラー、この武器と交換ですね。四角長、そうですね。はい。で、まあ、弾も拾ってもらって。レプリケーターを予想中で。はい。はい。レプリケーターが来るわ。次に、でこのなんか六角形のポンポンしてるやつがマップ開いたらあると思うんですけど、はい、これがレプリケーターといって、なんかこのゲームお金貯めれるんですよ、はい、試合中に、はい、まあ、またそのお金使えるんですか。そう、お金あったらまた言います。あ、ありますね。行きましょうか。この中にあるんですか、ね、いや、この中にはないんですけど。あ、じゃあ、違いますか。僕は外です。あれですね。レプリケーター接近中。あれで、ここ買い物できるんですよね。へぇ、できるんですよ。普通にやばい。逃げましょう。トータル入りますか、僕の。あー、死んじゃった。次回のイースポマニアは、中広さん敵に囲まれてしまい絶体絶命。このピンチをどう切り抜けるんでしょうか。次回もお楽しみに。あっちどっちそっち ABS